さん、こんばんは。レレツイートのちょっとだけ始まりますが、遅れてくるそうです。来たかな。あ、来ましたね。ギリギリセーフ。早く、あれ、妹は出ないの？脱いで、脱いで、靴脱いで。よいしょ。疲れた。こっちからしていいですか？おお、すごいね。はじめまして。はじめまして。間に合った？これ始まってます？早くよ。どうぞ。始まってますよ。はい。9時になりました。レレツイートのちょっとだけ始まります。お相手はレレチと、え、何、はい、お名前をどうぞ。番長です。はい。めっちゃ疲れた。頑張って走ってきたよ。はい、あの、山内もいますけど。あ、そうだ、山内さんいたね。あ、忘れてました、はい、久しぶりです。はい、久しぶりです。はい、久しぶりです。一体全体何をやらかしていたのか。いや、忙しかったんですよ。おう、はい、いろいろと忙しい。うん、うん、9月にですね。はい、あっち見てください。なんでですか？9月に仕事の、はいはいはい、関係でちょっと大会の準備があって、うん、はいはいはい、それの買い出し行ったり、うん、いろいろ作業してたら、はい、ちょっと来る時間なくてお休み3週間しましたね。3週間ですかね。でも3回連続休んでると思います。あ、ひどいですね。いや、前回山内さん休んでたからね。あ、そうですか、うん、はい、そう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 。まあね、久しぶりにこう盛り上げていきたいなっていう、はいはいはい、感じですよね、うん、レレツさん。はい、ってことで、うん、今日久しぶりなんですけれども、はいはい、ゲストが、ゲストがいます。はい。私の妹。妹、はい、11個離れてるので。あ、そうなんだ。うん、何歳？二十歳です。はい。あら、若いね。二十歳、はい、20歳。そうそう。で、今日、うん、沖縄に帰ってきました。おお、今日帰ってきて、どうですか、沖縄は。番長さん。どう？うん。暑いです。そうなの。いや、涼しいっていうね、北海道だったら、ね、うん。大阪の方が暑いでしょ、今。かもしれんかな。うん、多分。でしょ？うん。そう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 。番長さんはあれですか、クールな感じですか？って思うさ、うん、緊張してるだけ。あ、そうなんですか。だってね、何も打ち合わせもなしに、はいはいはい、ね、ボンって入ってきたから。まあね、確かに緊張すると思いますが、まあね、ザックバランに話していきましょう、うん、はいはいはい、はい、バンチさんはすごいピンクと金ですか、これは。髪は一応白なんですけど、ちょっと黄ばみが出てきて金っぽくなっちゃいました。あ、白ってもあるんだね。白なんだ、はい、山さんもたまに白あるんじゃないですか。僕はあのナチュラルな白。白、うん、それ白髪って言うんですよ。まあでも こっちよりもこっちに多いですか。なんか言ってほら、なんか突っ込んで。一応まださあ、テーマいきましょう。はい、はい、本日のテーマこちら、フリートーク。おい。じゃあ、いろいろ考えた、はいはい、考えてあげく言い訳を聞きましょう。妹もいるし、うん、いろいろね、話しようかなと思って、うん、いろいろ、うん、なるほど。いや、山田さんの好きなそっち系はダメですよ。あ、確かにね、妹だしね、うん、まあじゃあ流れはお任せするということで大丈夫ですか、うんうん。山内さんのノリでよろしくお願いします。いつもみたいに。はい、はい、まあね、うん、今日も楽しく放送していきましょう。はい、9時から10時までの1時間の生放送番組となっております、コメントメールもお待ちしております、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com となっております。はい、
はい、もうねたくさんコメント来てるので、うん、曲、そして CM の後紹介していきたいと思います。はい、それでは本日の、1曲目僕がもう選びましたよ。はい、Stay という曲お聴きください。はい、リクエスト、何だっけ、リクエスト何、ビッグバン、ビッグバン、ビッグバン、あ、ビッグバンの何、本当の妹です。何でも、何でもいいの、何でもいい、何があったっけ、ビッグバンって、何がいい、何でもいいよ、何でもいい、うん、好きなの、何がいい、バンバンバン、バンバンバン、オッケー。なんかあれだね、うん、レレッジを若くして、うん、パンク系にした感じだね。若くして可愛くしてじゃなくて、いや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 、もうお二人可愛いです。音聞こえた、うん、オッケーオッケー、皆さんこんばんは、こんばんは、ではあ、そう、これをネタに持ってきたんですよ。妹が買ってきたものなんですけど、山内さんに食べさせようと思って。何これ、なんか見たな。これなんだっけ、100ミリビーンズ、あー、なんとかビーンズ、はい、熱っ、熱っ、熱い、走ってきたからね、一応頑張って間に合ったからよかったね、うん、久々ですね。あ、そっか、瀬名さんが言ってたやつか、なんとかビーンズ、ミスタービーンズってバンバン、私が言ってたやつやんって、瀬名、なんでもいい、なんでも曲ない、シュプリームさん久しぶり、レイチ姫に相談です、今夜夢と六本木のクラブに行くか池袋に行くか、どちらにするべきですか、池袋で、うん、え、なんで、うん、なんで、あの行きたいとこに行った方がいいと思います。意味が分からない、ちょっと寄る、ちょっと、えい、バンバン、バン3つ、うん、ある、うん、あるとは思うけど、よいしょ、かけたけどな、なんかないな、めっちゃバンバンじゃなくて三つ、バンバンバン、ない？何でもいいよ、何でもいいよ、じゃあ北影にする、いやいや、ないってないだろ、何これ、もう触る、妹さん、はい、ね、マイク近寄ってね、撮ってもくっつくぐらい、あれをいじっていいのね、はい、マイクの場所だって、チューするぐらいにいいよね、そうそう、あと山内さんがやるはずだと気持ち悪い、キモい、勝手にさ、オッケー、バンバンバンありますので、ね、レレチ嬉しそうだな、嬉しそう、なんで、うん、じゃあ久しぶりだからだよ、そう、ラジオできるからじゃないですか、そうそうそう、久しぶりに山内さんに会えたから幸せだわけよ、なんで、OK、 あ、そうなんだ、妹大好きなんだ、大好きって言ったことないし、ん、大好きって言ったことないよ、え、でもせなちゃんが大好きってよ、すぐ適当に喋るから、そう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 、片手バック転したら、うお、すごいな、そんなこともできるんだ、そうそうそうなんです、時刻は9時9分を回りました。
はい、この番組はレレツイートのちょっとだけ。はい久しぶりに言うとなんか恥ずかしいねなんか照れくさいね。いや妹の前だからじゃないですか。いや違うよ、だって普段見てくれてたじゃん。あーそっか、うん、だから、うん、今更じゃない。そうだね、うん。バンチさんはどうですか、いつもお姉ちゃんのこの番組っぷりは。あー今なんて言おうとした、なんて言おうとしたの。つくらい作ってるなあ、作ってますか。作ってるな。そら作ってるって。どう作ってるんですか。どう作ってる。ちょっともう一生懸命可愛く見せようとしてる。あーありますね。殴っていい今殴っていいかなそうですか。ちなみに妹さんは今大阪にいるということで。あ、はい、大阪にいます。何をしてるんですか。専門学校で特殊メイクの、うん、コースにいて特殊メイク勉強してます。へえ。なんかやっぱりあれかね、この君たちのこの家系というか、あれはこの手で作るみたいな手先のあれなんですかねどうだろう。でも割と自分だけめっちゃ不器用ですね。え、嘘。はい、特殊メイクするのに。はい。え、そうなんだ不器用っぽそうじゃない人付き合いは不器用そうだけど手先は器用なんじゃない。全然だからね。あ、そうなんだ。うん、なんかクールな感じよ今多分。だから、うん、猫かぶってるからあこれちょっとボロ出てきたら、うん、もうガンガン来るから。ガンガン来る。怖い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 。怖いんだ。怖いよ。まあパンク系だしねパンク系だしね。パンク系、パンク系じゃないですか。成人式なんですよ。おお、なるほど。で、今回、うん、お盆で帰ってきたんじゃなくて、はい、前撮りでね、うん、帰ってきてて。前撮り、成人式の前撮り。何すか前撮りって。写真撮るってこと。はい、そうです。撮るじゃないですか。いや僕は撮らないですけどでも、もうだいぶ昔の話ですからね。そうそう、今時の記憶もないし、今時のこの成人式とはまた全然違いますからね、うん、嘘、うん、僕らの前撮りってあるでしょ普通。ないよ。しかも男はないんじゃない。あ、男はないのかな。男はあんましないんじゃないね、うん、あ、それだ、それ男が写真撮ってもね御所を大事にしててもちょっと気持ち悪いですからねうん、そう、それでたまたまお盆に重なったっていう。そうですか、うん、今じゃあ夏休みなんですか。夏休みではあります。ずっと学校なんですけど。マッチさん課題があって。はい、課題があるんだ、はい、どんな課題ですか。造形物を作って完成させるとか、うん。造形物。造形物ですね。それはあれが出るの。お題とかはもう自分たちで考えて何かを作ったりとか。へえ、うん、楽しいですか学校は。あ、楽しいです、すごく。うん、はい、お友達もいっぱいできましたか。あ、結構いますね。今はじゃあもう2年向こう行って。そうです、2年目です。あ、なるほどね、うん、さあじゃあいいね、成人式ってよ。うん、私何年前かな。10年前お前早いな計算。20年ぐらい。おかしいでしょ、うん、それ山内さんでしょ僕はもう20年以上前ですから、ね、はい、ってことでコメントもいっぱい来ておりますね。はい、紹介してください。あ、僕が流れてるので結構。あ、わかりました、はい、じゃあちょっとね紹介していきます。めいちゃんも来てます。さらにせなさん、はい、くにちゃんさん、ファン太郎さんもこんばんは、はい、ちゃむさんも来てますね。くにちゃん、レレッチ山内さん責任取って坊主だって。何の責任。しかも誰が2人な何の責任。私が3週間休んだ責任ってこと。そうですね。じゃあ山内さんがやります。僕今坊主したらちょっと気持ち悪いと思いますよ、はい、あ、確かに。あのただのまあいいかみやさんこんばんは、こんばんは。さらに銀トロさんも来てます。コーヒー晩ご飯、コーヒー晩ご飯、うん、どういうことちゃ。レレッチちゃんとパンチョちゃん、パンチョちゃん、山口ちゃんパンチョちゃん、バンチョちゃんでしょ。バ ー, ーバーですね。バーですよね。セナさんが妹と緊張してるやんって。さらにチャマさんは久しぶりって来てますよ。あ、久しぶりです。はいなんかね、チャマさんのコメントで、うん、なんだか姉らしく見えるって言われたんですけど。本当よね、うん、変わります。ガール、ちょっとしっかり者に見えるね。手を聞いた。いつもよりは。聞いた。なんかその顔。
シプレームさんも来てますよ。はい、LH 名山千辻、うん、レレ妹さん、こんばんは。こんばんは。初見の時すでにお寿司です。どういうこと？あ、今寿司食べてるってこと？いいなぁ。ちょっとお腹すいたな。今日はおにぎりがないからなぁ、うん。山本コレーニーさんも来てます。こんばんは。大塚健二さんも来てますね。はい。シグナスさん。うん。来てますよ。さあ、はい、黄色い顔の人もミスタービーンズって来てますか。そう、ミスタービーンズ、さっきのね曲やってる時にね、うん、話してたんですけど、うん、妹がねお土産で、うん、あの USJ のお土産ね、はいはいはい、で百味ビーンズ、あーなんか瀬名さんが言ってて百味か、そうそうそう、うんうんうん、できてくれたんだけど、うん、でこんなちっちゃいの2000円だって、高っ。1800円、1800円、税込み、税込み2000円ぐらい、税込み1800円、あ、まあ、それぐらい高いね、やばくない、やばい、びっくりだよね、これ何なので、これをね、うん、さっき食べてたわけですよ、うんうん、もうもだえた、え、なんでうえぇ、そうなのそれはじゃあ放送中はやめた方がいいですかね。うん、だから私たちはもう食べたから、うん、ちょっと山内さんにね、あ、いいですよ、食べてもらいたいなと思って持ってきたわけですよ。え、鼻くそ味と石鹸味は最悪ってきてますよそんなあれがあるんだ。はい、きんぴらのタイガさんが来てますね。お、きんぴらごぼうのタイガ、初めましてね多分、うんうん、造形すご、僕にも教えていただきたいです。だってこの人あれですよあの芸人さんですよ、バンチさん、番組この後の11時からやってます。うーん、はい、あ、面白いですね。あのあれですね、メガネかけてる方のあと一人です。あ、もう一人の方ですか、うん、はいはい、あの知らんだったら探りながら言ってくださいね、うん、そういうのはねはい、さて、うん、メールも来てますので、はいはい、ありがとうございます、これはめいちゃん、はい、レレコさんとアンチさん、バンチョさんね、そして備え付けの、山内さん、こんばんは、添え付けの、うん、生放送お疲れ様でございますということで、はい、せっかく接客業界のお仕事なので、うん、今旧盆繁忙期真っ最中から帰ってきましたよ。お、明日いよいよウークイですね。テーマがフリーってなわけで、うん、お二人は重箱の中身は何が好きですか。めいちゃんの場合三枚肉ということです。重箱、重箱、まあお盆料理の中で何が好きですか。旧盆の何が好き。昆布渋いな。一応昆布食べないとな、この紙だったらもう、ね、栄養いっぱい取らなきゃね、うん、私は、うん、エビ、あ、天ぷら、かまぼこ、あ、かまぼこもしいね、わー、うん、お腹すくなかな。エビ、エビ美味しいよな、うん、おばあちゃんが、うん、うちのね、おばあちゃんが、うん、全部もう作ってもう豪華なんですよ、いいですね、もう美味しくて、うんうん、美味しくて、うんうん、今持ってきてないんですけど、んまあね持ってきたらびっくりします、うん、美味しい、はい、めいちゃんありがとうございます、はいはい、さらに、北のリスさん、うん、こんばんは、レレ姫さん綺麗だね、妹さんは可愛いね、世の中、姉が綺麗なら妹はブチャイクが基本、それを裏切る美人姉妹っていいですねって来てます。えって言われたけど、それの逆ですねって言われるかと思います。何がですか。えって言われました今。あ、僕はもう、はい、特にいやいやいや、お二人とも素敵だと思いますよいしょしたね今はい、はい、まあそんな感じですね、ありがとうございます。はい、今重箱の話あったじゃないですか、うんうんうん、今ね瀬名さんのコメントで、うん、沖縄にはお盆に重箱出るのねって。重箱、うん、重箱ではないですね、まあお盆料理、うん、なんか皿に盛られてるような感じだよね。そうそう、最初の日は運慶重視っつって重視が出ますね、うん、はい、でそのウークイ最後の日は、うん、あ、重視と中身汁とかっていう感じですね、うん、最後は稲むるち、へ、違うか、最後も中身か、中身じゃないね。稲むるち食べたことある、おばあちゃん家で。ある、おばあちゃん家でだよ。ある、あるんだ。ある、
記憶にないだけかもしれない。まあごちそうね、うん、ジューシーとかあるいはその中身汁っていうこの中身のおつゆ、うん、豚の中身腸の腸じゃない、うん、内臓のですね、おすましをですね、うん、作ってそれを仏壇に捧げるっていうことをします。はい、はい、美味しいですよ。美味しいですよ、うん、なんか基本なんか内臓系多いよね沖縄。多いねでも本当うまいっすよ。でも、うん、美味しいです、うん、なんかもう沖縄来たらぜひ食べてほしいですね。うん、なんていうんですかね、居酒屋料理じゃなくてね、やっぱこういう家庭料理を食べる、うん、そう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 、美味しいよ。はいはい、さてさて、じゃあここでちょっとまた曲いきましょうか。はい、妹さんリクエスト、じゃあ曲紹介してもらえますか、せっかくなんで。何、普通に、うん、普通に言ってください。ビッグバンのバンバンバンです。山下さん何がいいですか。何があるの。ミミズ、ミミズ食べます。あ、いいよ。じゃあ、あなた方も食べようよ。じゃあもうどうせだったら、あ、さっき食べてもう気分悪いですよ。気分悪くなるの。俺お腹空いてる時に気分悪くなる。あ、お腹空いてたら何でも美味しく感じるって言うじゃないですか。他に何があるじゃん。鼻くそ。あ、もういいよいいよ。耳垢。うわ、ゲロ、腐った卵。何がいいですか。じゃあミミズで。まだミミズがいいわ。これ、あ、今食べるの。はい、な、今食べたらしょうがない。違う違う違う、持っといてください。こうやって渡すの大変じゃないですか、後で。あれ、に、匂いはいい。いい匂いしますよ。うん、うん、腐った卵を。じゃあ腐みたいなのがおすすめです。これミミズのじゃない、草みたいなやつって。うん、多分ね、臭かったもんね。おすすめなの。みんなゲロマズ。嘘だろ。なんでこんなのがさ2000もするわけ。あ、でも美味しいのはありますよ。ハリーポッターのこれ青いの美味しいって、赤いの美味しいですもんね。あ、でも赤でもなんかちょっと3種類ぐらいある。あ、そうなんだ。黄色はバナナちゃん。あの、あれ、あれ、皆さん、お二人に質問ありますか。うん、美味しい、美味しい。鼻がファーって言われて。あ、タイガ、これ罰ゲームにしよっか。前頭のなんか前頭 A さんでうちの番組 MC やるんですよ。誰ですか。きんぴら。おー、何緊張してる。これ映ってる。映ってるよ。だってツイキャスだもん。これはよ。あ、ラジオには入ってないよ。あ、声がってこと。うん。こっちには映ってる。妹さんは彼氏とかいるの。いますね。おー、いいですね。一応。そんな話もしていいの。あ、全然。OK。はい。今日見てる。今仕事。あ。しかも、ね。いいですね。今弟が見てるかもしれない。あ、なるほどね。あ、ひふみさん来たよ。ひふみさん初見じゃないよね。初見じゃないよね。大丈夫ですよ。嫌いなものないんだって。いやいやいや、でもこのこれとか腐った卵だっけとかやばいらしいので、でももっとやばいの作るからな、罰ゲームだったら。あれいいんじゃないですか、あの缶詰のやつ。あ、めっちゃ臭いやつ。臭いやつでしょ。何だっけ、あの、めっちゃ臭い魚みたいな、イワシみたいな、なんかでな。シュ、なんだっけ、なんかシプレンですとか、なんだとか。外国のやつでしょ。でね。時刻は9時24分を回りました。これちょっと持ちながらだとね、
下操作が難しいんですけど、なんかこう出すものを一応用意しとこう。はい、はい、どうぞ。はい、今ね、百味ビーンズの話をしてまして、はいはいはい、はい、山内さんに、うん、僕が食べるのはこれ何ですか、うん、これはミミズ味。ミミズ味、うん、じゃあちょっと食べてみましょうね。はい、うわ出したらダメでしょ。食べきるの当たり前じゃん。栄養になるんだからこれ。でもさ、まあ食えるなこれは。嘘。そ、うん、なんかレンコンみたいや。うわ、レンコン、そう、土の味しない、うん、たださ、ごめん悪いけど俺多分これで精一杯だな。これ以上だったらもうすぐうえってなる。あ、でも今でもちょっとうえってなってるわけ。レレッチにじゃあちょっとなんか食べてもらいましょう。妹さん選んでみて。美味しいのがいいです。私さっきゲロ味食って結構きついんですよ。あー、これやっぱ。はい、そう、ひふみさんがほら食べ物は大切に。うわー、ひふみさん今度買うから食べてみてよ。これ何ですか。なんか黄緑色、多分草味、うん、何草味。あー、草。匂いでもいい匂いですよ。合ってるか分からへんけど、匂いは全部いい匂いなんだよね。初めて食べるよねこれ。早く食べて。あ、めっちゃ怖い。見て、ほら本性出てきたからね。いただきます。どんな味ですか。いける。雑草食ってる感じ。うん、葉っぱ食べてる感じ。うんうんうん、うん、いいですね。あー、僕のはちょっとやばいな。おいしくない。うん、結構やばいですね。結構やばいね。うん、はあ、ふーちゃんさん番組休んだらお仕置きにビーンズいいですね。おー、うん、山内さんに。あ、じゃあ僕も、うん、あなたもしましょうか。うんうん。ひふみさんか。ひふみさんもね、食べてくださいよっつったら、いい、死なすよ、や。怖さよ。もう沖縄もろ出しじゃないですか。はい、まあ、シージャですからね。怖いですね。はい、さあ、ですね、お二人にちょっとね、はい、コメント、うん、質問来てましたよ。はいはいはい。ですね、黄色い川の人さん、はい、子供の頃に大喧嘩したエピソードとか、姉妹だけが知ってるここだけの話とかありますか。ということで、あのですね、うん、これは私が恥かくやつじゃないですか。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ知ってますし、めちゃくちゃ喋りますよ多分。どうですか、お姉さんはどんな感じの人なんですか、妹さんから見て。どんな感じ、ちょっとおかしい。おかしい。変ですね。変。なんか例えばみたいなのありますか。例えば、うん、まあ、ちっちゃい時の話、うんうんうん、なんかもう眠ってるはずなのに、うん、こう地面這いながら何かこう食べてるっていう。うわー、やばいっすね。のを聞きました。ゾンビ的な話ですか。ちょっとやばいですね。やばいですね。これはもう人間を超えましたね。小さい頃の話で、二段ベッドから飛び降りたりとか。寝ぼけて、寝ぼけて寝ぼけて二段ベッドから飛び降りるわけ。デジャバイ。ほらね、恥かくさ。まあ、しょうがないっすよね。喧嘩とかあるんですか。まあ10歳も離れてたらそんなにないのかなって結構言われるますか、けど、うん、やっぱりよく喧嘩するよね。めちゃくちゃ喧嘩しますね。私が対等に喧嘩するので。ああ、そうだよね、レレッチさんちょっと幼いもんね。そうだよねっておかしいからね。なんか2対1になってました。2対1、お兄ちゃんとお姉ちゃん対自分みたいな、うん、あ、妹さんだけがちょっとあれなんだ。はい、1人っていう感じ。まだ本当に3歳4歳ぐらいの時に、うん、こっちを鬼にして、うんうん、私と弟が逃げるっていうようなこととか。銃違うのに。銃違う。ひどいですね本当に。本当にね、うん、そうそうそう、だから、はい、普通に対等に喧嘩するので、うん、なんか大喧嘩っていうやつはないよね。でも一回髪の毛引っ張って泣かしたことがある、覚えがある。誰を。あたしを。幼稚園ぐらいかな、わからないけど、覚えてないけど。そうなんだ。うん、泣かされたことあるはず多分。そうなんだ。
あなた10も離れてるのに泣かされてどうするんですか。じゃあ絶対、うん、その年とか関係ないって痛かったら泣くでしょ。どんなに大きくなっても注射されたら泣く人いるじゃん。いやいや、まあそれはそうだけど、あれと一緒だよ。勝てるでしょ。勝てない勝てない。あ、そうなんだ。強いってば妹さん。めっちゃ うん、力も今勝てないし、うんうん、ムッキムキだからね。え、そうなんだ。そうそうそう、高校の時にダンスやってたんですよ。へえ。中学校はバレーボールやってて、うんうんうん、もう運動は抜群。はいはいはい。あなたはね、何ですか、どんくさくはないですよ。そう、うん、怪我はよくするけど。妹さんどんくさいよね。ああ、あんなに怪我する人いるかなってぐらい。いないですね。ねえ。自分も怪我する。あ、そうなんだ。すごいですよ、もう腹筋とかも。あ、割れてる。今割れてる？いや、今何もやってないから。もうすごい腹筋割れてるし、うん、もうやばい。とりあえず。え？なんていうんですかあれ。こう寝てる状態から羽起き。羽起き。あ、そうなんだ。ジャッキーちゃんみたいに。知らない。知らない。知らない。わかんない。あの、あれも できるって書いてありましたね。片手でバク転。ああ、そうそうそう。すごいね。うん。さあ、そんな、姉妹ですが、皆さんぜひね、はい、質問とかあれば送ってきてください。ちなみに、妹さんは現在、彼氏がいるということで。はい。はい。いるっていうことで。一応。はい。うん。お付き合い長いんですか？2年になりますね。結構長いね、はい、うん、それは沖縄の人違うか、2年だったあっちの人もあり得るのか。もう正確にはもうちょっと長いんですけど、うん、まあいろいろありっていう感じで、うん、あの福島の人なんですけど。ほうほうほう。あの震災で沖縄に来てて、うんうん、それで高校が一緒になってみたいな感じですね。高校はちなみにどこですか。高校は浦添工業高校。おー、それで付き合いして、はい、今はじゃあ大阪で住んでるの。は自分は大阪で、うん、あっちはもう福島で地元に戻って板前さんしてます。じゃああんまり会えないじゃん。そうですね、でも全然、うん、うん、まあ、今の方が楽かもしれないですね。あれ、サバサバ系女子。サバサバしてますね、本当に。表だけ、表だけ。あ、本当は会いたくてしょうがないんだ。震えてるもんね、会いたくて会いたくて、ね、震えてるよ。古い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 って言われた。あ、そうですね。黄色い川の人さん、はい、遠距離って燃えるよねって来てますし、うん、瀬名さんがその一応が気になるって、はい、なんだろうね、意味深だよね。はい、そうですか、うん、ね、お姉さんは彼氏いないのって来てますが。はい。いや、黄色い顔の人さんが来てますよ。いっぱいいるよね。こいつ殴っていいかな。あ、じゃあですね、ちょっと、うん、曲の後、はい、曲 CM の後ですね、ちょっとそのあたりを聞いていきたいと思います。シュプレームさんリクエスト、クルーエラでアライブ。その辺聞いていくってやめて。嫌だけど。嫌だけど。何よ。は？恋愛事情。あ、やめとく。私のじゃなくてこっちのだったらいいよ全然。いや、もう妹さんの聞いたから今度あなたでしょ。恥かくさ。分からんだろそれは。また見え張ったってきてる。また見え張った。じゃあどんな話しますか。別にそんな話しなくていいよ。何がいい。山下さん、何か話したいことあります？うん。何でうんって、あれ絶対話聞いてないから。見たいな。あれ絶対今携帯いじって見たら、あれ罰ゲームだよ。罰ゲームだよね。うん、嫌だ。じゃ、これ普通です。見てください、色普通じゃないですか。これミルク味です。早く落ちる、早く。先生、俺これハムトヤ吐くよ。じゃあ今食べる。もういいよ、いいよ、うん、ね、美味しいでしょ。うん、
味しいでしょ、うん、美味しいって何美味しいって美味しい、うん、食べたことある味、うん、食べたことある味ってよ何だよこれ、ミミクソ味、あ、全然食べたことあるんだ、あるある、汚い妹さんファイトですってよ、チェリー味があればキャン君にあげてって、あ、なるほどね、あるある、妹さんのこと聞いては特殊メイクとか将来どうしたいとかだって、あ、じゃあ真面目にいくか、うん、いや、ない、何も考えてないって、ん何も考えてないって、妹さんクールだからな、クールじらよ、じゃあレレチに聞くか、将来とか、そうですね、うん、私に将来聞いてどうするの、何年後の話それ、まあ、しないよあなたの将来の考えなんて何が痛い、いいよこっちにやって見てこれ、だからよ、すごいね、これさ、みんな、皆さん見せてあげようぜ、見えないんだけど、気づいてるやんってよ、ちょっと、ちょっと来て、妹さん、こっちがカメラだっけ、ちょっと見せてあげて、これデジでかい、この、これ、見てください、皆さん、ほら、これでかいすごいふふふってふふってすごい、いくつ空いてんの、12ですね、まだ見てた、まだ開いてます、体は開いてない、は、あ、開けてないです、開けてない、言えないところにも開けてない、開けてないです、大丈夫自分で違う部族、え、聞こえてる、聞こえるよ、だからラジオに入らないけどこっちに入る、那覇とやんばると味が違うミミクソの話してますねどうしたの、転んだの、穴開いてるけど、ズボン派手にやっちゃったちょっとな、確かにすごいよいしょ、妹さんあれだね、本当にお姉ちゃんと違って声も低いし、声はいろんな声出せます、そうそうそう、声はいろんな声出せる、私たちすごいな、あのさ、もったいないよな、こういうのあれした方がいいと思う、レレチも妹さん、かわいいねってよ、初めてじゃないですか、ギャー、これなんて読むんだろう、ガーンドそうかなレレチ、自分引く、ほら、え、そうなんだ、え、普通、普段喋ってる声じゃないですか、そっか、ね、今も低いよね、こんな感じよね、 いつもこんな感じ、そうだっけ、うん、うん、基本テンション高い時はお店に買ってる時エレチの電話の時の声エグいってエグいってどういう意味かな、もうテンション低くすぎてエグいんじゃない、いるよね、そういう人もうあと、10分ぐらいしかないですよ、そう、早いでしょ、うん、もう終わるよ、じゃあちょっと妹さんに真面目な質問いきますか、何色目、水色、めっちゃ良くない、これ近い近い、メイクも上手だね、これあれでやってるの、特殊メイクではないけど、いそういうのも普通にアイシャドウだろ、普通にちょっとメイク、あ、そういうのは習わないの、自分の、いや、一応習います、あの基本的なナチュラルメイクは、そうだよね、最初でやらないとね、時刻は9時38分を回りました、はい、これはラジオ用の声なんですかねその入りやめてくださいはぁ、はあ、はい、ですね、はいはい、いろいろとやっぱりね、皆さん、質問も来てるし、はいはい、美人メイク
美人メイクじゃない、ちょっとおい、タイガー、動揺したいし、ですね、ピンクの皇帝さん、桃太郎さん、顔似てる姉妹やなって来てますよ。だって、ショックですね。殴ろうかな、本当に。はい。はい。ですね、他に、あ、ひふみさん、うん、耳くそは知らんけど、鼻くそは甘めでした。てるや。それ何、ガチのやつ。ガチのやつじゃないですかね。ガチのやつか。このカッコてるやって何ですかね。このてるやさんの鼻くそを食べたってことですかね。やだ。他人の鼻くそ食ったの。マジでやだ。どういう風に食べるのそれ。シチュエーションが知りたい。そうですね。ですね、銀太郎さん、はい、お姉ちゃんの今までの彼氏の話を妹さんが暴露ってきてます。知りすぎてて、もうね、暴露したらね、もう1時間じゃ足りないよね。じゃあね、うん、そうなんですか。妹さんは全部知ってるんですか。いや、全部ではないですけど、うん、ある程度、ある程度多分知ってると思います、うん、イケメンばっかりだった。お姉ちゃんの今までのその恋愛ってどんな感じだったんですか。とりあえず一つ言うなら、お姉ちゃんはめちゃくちゃ B 線です。あ、ブサイク専門。はい、そうかな。うん、一応自分は。でも自分でも言うよね。でも一人だけかっこいいのは覚えてますね。ほう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 。言うよ、けどって。けど中身がやばい。いや、けど身長が低い。ああ、ね、番長さんの彼氏はイケメンで身長が高いんですか。イケメンかは分からないですけど、うん、もう182、3ぐらいありますね。高いね。イケメンではないよ。叩かれてますか。確かに顔は別にタイプではないですね。あ、そうですか。イケメンではないよ。黄色川の人さん、はい、せっかくだから妹さんのことを聞いてはということで、特殊メイクとか将来どうしたいとか、うんうん、特殊メイクはなぜやりたいと思ったんですか。うん、あ、もともとなんか映画とかそういうのが好きで、うん、ほうほうほう、それでプレデターだったりバイオハザードだったりっていうのが好きで、プレデター、はい、こういうのってどうやってやってるんだろうと思って調べてみたら、うん、特殊メイクっていうのを使っているっていうのを知って、でそういうのって習えるところあるのかなって調べたら、うん、この大阪の ECC アーティスト美容専門学校っていうところが出てきて、ほうほうほう、はい、あ、行こうってなって行きました。うん、沖縄の人でいるよね、ハリウッドの映画やってる特殊メイクの人、有名な人。そうなんですか。うん、全然勉強してないのバレる。ボソって言うな。そうそう、いるんですよ。ぜひね、だからそういうのは多分できると思いますし、うん、この前ね、こっちのゲストね、特殊メイク勉強してる子が来てて、傷作ってたんですよ。はいはいはい、超リアルだった。普通に顔とかも、もうそれ得意、まさしく、傷とかだったら1年生の最初で習うんで、うん、全然もう普通に1日習ったら全然普通にすぐできますね。へえ、うん、じゃあ妹さん将来どうしたいんですか。将来は、うん、もともとこの特殊の仕事をしたいと思ってたんですけど、うん、いろいろインターンとか行ってみたりして、ちょっと女の子が一生続ける仕事ではないかなって思ったんですよ。そうなんだ。時間がすごいもうかけないといけないようなものだったんで、うん、なので特殊な仕事にはつかないっていうのは決めてます。なるほど。普通にただの趣味っていうことで。あ、趣味でやるわけ。はい、そうなんだ。技術さえあればやろうと思えば。あ、楽しんでやりたいって感じ。そうですね。あ、なるほど、いいですね。それがね、やっぱ一番いいかなと思いますけどね、おじさん的にね、アドバイスするんだったらね。はい、うん、まあ一生結婚しなかったらいいんじゃない。それはないかな。ちょっとね、結婚の質問も来てるんですよ、メールで。ほいほい。北野石さん、妹さん、いい出会いだね。結婚しそうだから早いけどお幸せにね。ありがとうございます。早い早い。妹さん、お姉さんにもいい人見つけてあげてね。そうですね。リスナーとしては、お姉さんの男の好みを教えてほしいなって。好み分かりますか。ブサイク、うん、お前さ、身長低い、うん、ダメよ。
何が良くて付き合ってるんですかお姉ちゃんは。ブサイクで身長低い、さらにダメを、優しくもないってこと。もうダメを、優しいだけのダメをとか。あ、優しいだけのダメを。もう見てくださいコメントも、確かにっていうコメントが。もうひどい。セナちゃん、セナちゃんが B 線に B 線って言われてたんか、辛いって。あれ、あ、シュプリームさんのコメントですね、うん、今春のアカデミー賞のメイクアップ部門で特殊メイクの辻さんがっていう受賞しましたよねっていう、うん、そうですね、知ってるんだ。知ってます。辻さんは知ってるんだ。あの自分が教えてもらってるこの先生がお弟子さんなのかな、なんか教えてもらっててみたいな感じで結構知ってる感じ。シュプリームさん何でも知ってますね。何でも知ってんね、うん、うんちく的な、はい。範囲が広いよねシュプリームさん。うん。ニヤニヤする気持ち悪い、もう嫌だ。今日は山内さんと会いません。違います、あのね、まあいいや。何何いいです、いいです。何言い訳をしようしたけどやめとこう。いいよいいよして。ですね。はいはい。最速メールが来てます。はい。進撃のめいちゃんさん。はい。ですね、うん、リクエスト曲なかったの。BGM だよね、またっていうことしてますのでちゃんとかけましょうね。はい。宇多田ヒカルでトラベリング。特殊メイク触手狭い気がするって書いてた。へえ、そうなんだ。全然そうなんですね。めちゃくちゃ広い。お、サンタロー久しぶり。すごい広いですよ。自分もなんか映画のことだけだと思ってたんですけど、うん、全然医療でもなんか足だったり、あと指だったりとかを作ったりするのも医療であるし、あと着ぐるみとか食品サンプルとか、とまあテーマパークユニバだったりとかそういうのもあるし。でも大変そうではあるね、確かにね。時間がね。うん。うん。僕はだから映像やってたから、映像も大変だったんですよ。時間が。何ですか。なんか久しぶりだからかな、今日山内さんとなんか合わない。今日無理だ。なんか拒絶反応を出してる今私が。知らんよ。で、一人の話に入っていってって、ほら、なんか今日俺と合わないみたいですよ。そう拒絶反応まで言ってるらしいですから。レイチ、私が言ったつるくんも来てる。つるくん、さっきコメントしてたね。久しぶりだよ。ちょっと BGM にしましょうか。あと8分しかない。ね、合いますよね。あ、抜刀斎さん来たよ。久しぶりじゃない？久しぶり。うん。ああ、なるほど。すごいなんか気になるコメント見つけてしまった。さあ、お送りしている曲はですね、めいちゃんリクエストの、宇多田ヒカルトラベリングでございます。はい。BGM になりましたね。うん、ごめんねめいちゃん、これレレチのせいかね。すぐ人のせいにする。全く。はい、はい。いろいろ来てますよ。つるくんさんがね、はいはい、私はレレチ派だぞ、頑張れ。お、頑張る。きんぴらタイガー。はいはい。そんな日もあるさ、うん、会う会わないを楽しむ、それが人生ですよね。はい、うん、今度ぜひ私のあのね、こっちにもね来てほしいね。これなんでそういうコメントが来たのかちょっと教えてください、エレチさん。はい。まあ、なんとなく。おい。この人曲中にもう僕と会わないと、あの拒絶反応を起こしているということだ。それを聞いた皆さんがね、あの僕を励ましてくれてるんです。でも山内さんはでも適当だから。ファン太郎さん、山内さんと船加説とか来てますよ。そう、うん、船加説ですから。あ、でもあのさっきね、気になるコメントでチャムさんがね、うん、今更だけど山内さんってどんな方って来てるんですけど、ほうほうほう、どんな方、うん、
なんかおじさん笑ってて今笑ってたよもうその通りと思ったんですけどね。そうそう、うん、面白い変なおじさん。どうですか、妹さん、僕のこの、まあ、ちょっとね喋ってて第一印象に近いですけど。優しい。ほらなんかどっかなんか穴開いた穴開きましたねいやーありがとうございます。まあまあ、でも私もね初対面の時は山内さん優しいと思いましたから、はい、でもね慣れてくると、ですねめいちゃんから来てます、はい、なんか妹さんラジオ向きな声で番組やってほしい。おだってよ、あのねこの2人、うん、妹さんのこの低い声も結構いいんですよ、うんうん、でレレチもいろんな声できるから結構ね本当にプロ級なんですよ二人ともねちょっと声化したことをやってほしいと思うけどね、もったいない、うん、さらにめいちゃんがねブサイクで身長低い、はい、優しいだけのダメ男なかなかいないよね。妹さんにもこんな感じに言われたら何も言えないよねでは明日朝6時起きなので寝ながら聞かせていただきますはいはい本当ですよ、うん、あもうかわいそう私。しかしあれですかね、うん、レレチは彼氏をじゃ妹に紹介してきたみたいな感じですか。まあ大体知ってるよね自分とお兄ちゃんには、うん、うん。あ兄弟には、兄弟には喋る。へえ、それもなかなかあんまいないんじゃない。妹さんのは知ってるんですか。知ってる知ってる。自分は家族みんなに話すんで。うん、あ家族に話すんだ、はい、今の彼氏もお父さんの知ってるし普通に話すし家に連れて行くし、うん、って感じです。そうちなみにもうちょい聞いていいんですかね。どうぞ。今の彼氏さんは何人目ぐらいなんですか彼氏まあ姉ちゃんはねちょっとリアルであんまり聞けないんだけど妹はほらまだ20歳だからじゃおかしいです。聞けるじゃん。10しか変わらん。10しか。じゃあほらこの10年の間いろいろ言えないことも言えることもいろんなことがあったでしょ。ムカつくね。妹さんはほらまだ20歳だからうんうん、うん、そこまでひどいのはないんじゃないかなという。私と同じぐらいだよ人数。何え、あ何いるの。何何とか言ってわかんないわかんないけど適当に言ってみたけど。2桁いく。ん2桁いく。2桁いく。じゃあ一緒一緒っておい何妹さん2桁2桁いくの。2桁いきます。こんなんだけどモテるわけよ。すごいな。こんなんだけどモテるわけよって言ってもうそうそうそう。僕43でやっと2桁ですよ。ちょ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 すごいな。山内さんの場合は正式に付き合わないで遊ぶっていうのが多いから。いやでもそれが楽しいと思う。あさすが割り切ってる。ダメだ山内さんと共感しちゃったらもう人生終わりだよ拒絶反応ですね、うん、そうそう拒絶反応が余計に鳥肌立ってるよ今。はい、ですねはい、そろそろはいはいもうあと3分しかなくなって。そうあと3分ねおりますが、うん、レリチさんは何か告知があるということで。はあ何そのいきなりのなんか何もないし。あだ、オッケーオッケーオッケー。明日までね沖縄お盆なんですけれども、うん、はい、うちのお店ですねプチスイートの方では、うん、焼き菓子、お中元ですねセットやるねいっぱい準備しておりますのではい、さすがだね、はい皆さんよかったら、はい、そうですね金額指定していただければその金額に合った商品提供できるので。え、そうなんだ。まあ、詰め合わせなんでね、はい、いいですね。ぜひいらっしゃってください。はい、はい、バンチョさんありますか。はい、いつ帰る。27日に帰ります。はい、その27日の間に多分お店にいると思うのであ、お手伝いもするんだえらいね。いるかな。いるかなぜひ皆さん、はい、今後も姉をよろしくお願いいたしますあらできた妹本当にあららできた妹そして、はい、できた姉にできた妹奔放な姉みたいな感じでしたね今のははいってことで。あ、銀トラさんお店どこって来てますよ。お店はですね、中城村にある、プチスイートっていうケーキ屋さんになっております。はいはい
場所は本当にね、うん、美味しい、検索したらすぐ出ると思うので、そうすごいもう繁盛してますから、はい、やっぱね評判が評判を読んでおりますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでください、うん、はい、有名ですよ沖縄で、はい、ですね、じゃあコメントもう時間までざざっと読んでいきたいと思います、はい、皆さん、髪の色素敵好きって来てますよ、ありがとうございます、ひときり抜刀斎さん、妹久しぶりに見たんちゃうかなということかもね、うん、うん、チャムさんお中元お待ちしております、はい、嫌だセダさんもレレチからのお中元待ってます、嫌です、嫌です、そんなセダさんを一桁ってよ、ほほー嘘だからね、桃太さん二十歳で極めてるやん、はいいね、極め女子だもんね、うん、うん、さらにはいはい、桃丹さんが、うん、なんだっけ、桃丹さん、妹さんは世渡り上手生きていけるわって来てますよ、わってなんだろうね、私はなんで笑って笑ったことしてるエレッチさんは世渡り上手ではないですよね、はい、うん、ってことで、はい、今週もレレツイートどうだったでしょうか久しぶりだったんですけれども、はい、グダグダな感じもあったんですが、流行ったあったんですが、はい、また来週ですね、来週は9月だね、来るかね、はい、山内さん休まないでくださいねってことで、はい、今週も1時間お付き合いいただきありがとうございました、うん、はい、ありがとうございました、今日の相手はレレチと番長山内でした、皆さんまた来週さよなら、いいですね、妹さんも来た時にね、そうすぐ今日だから本当に今日私あれだと思ったんですよ、あの最終便かなんか、うんうんうん、だからあー無理だろうな、で前回あったじゃないですか、うんうん、もしかしたら、あーそうだね、あ今回初めてだったからね、楽しみで、前回楽しみだったんだけど今回よかったね、こんなバタバタだったけどねいいですよ、来れる時ね来てもらって、そしたら皆さん喜ぶしね、お、みなさんバイバイ、お疲れ、はや、おつれれ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 、最近なんかみんなおつれれって言ってくれる、いいじゃないですか、おつれれバイバイ、おつれれひふみさん、おつれれなんかひふみさんに言われたらなんか嬉しいね、ひふみさんもおつれれって言ってるし、ひふみさんも飲んでます